塗りにしたレモンやトマトの柄を、カラー印菓子に直接置いて作成された、フォトグラム・フォトグラムとは、カメラを用いずに、印菓子の上に直接物を置いて観光させるなどの、方法により制作された、写真作品。すでに、1830年代に、タルボットが、フォトグラムを制作しているが、系統的な制作としては、1910年代以末の、クリスチャンシャドによるシャドグラフを待たねばならない。 1920年代初頭には、マンレイとモホリナジが独立して、フォトグラムを大量に制作し、以降、一般的になった。フォトグラムという名称は、モホリナジによるもので、現在では最も一般的な名称となっているが、マンレイは、レイヨグラフと呼んでいた。なお、レイヨグラムという呼び方も使われることがあり、以前から、内外の一部の専門家も用いていることから、 定着しつつある。しかし、マンレーがつけた名称は、あくまでも、レイオグラフであり、その意味では、少なくとも、レイオグラムを、マンレーがつけた名称とすることは間違っている。名称に関連する一つの例として、マンレーの1922年のレイオグラフ作品で、作品の下部に、手書きで、リグラフと書かれたものがある。この作品の図版は、次の書籍の216ページに、 掲載されている。ニューヨークダダ1915から23、フランシス・エム・ナウマン、ハリー・エー・ブラムス、インク、パブリッシャーズ、1994、ISBN 0810936763。なお、レイオグラムという言葉が使われ始めた経緯は、今となっては、推測するしかないが、マスコミが間違って使い始めた。バウハウスが、 モホリナジのフォトグラムの優位性を強調するために意図的に用いた。マンレイ自身が間違って使った、または間違い等を訂正しなかった。などが考えられる。日本においては、戦前では中山岩田、福森白郎洋、永久、山口正成、恩、尾さめステゾーラが制作している。中でも永久はフォトデスさんと名付けて、 戦前の日本人としては最も多くのフォトグラム作品を残している。戦後では杉浦国江がフォトグラムでは有名。フォトグラムを制作した作家の範囲を外観するため、次に掲げる参考文献に掲載されている図版の作家名を列挙する。参考文献、フォトグラムス日本においてはまとまった形でフォトグラムを紹介した展覧会はまだない。ただ、 部分的で構わないのであれば次の展覧会は重要である。日本においてはまとまった形でフォトグラムを紹介した書籍はない。ただ部分的で構わないのであれば上記展覧会の展覧会カタログは重要である。また初歩から応用までを書籍した技術解説書としては以下の書籍がある。ありがとうございます。